それでは本日の聖書箇所をお読み出します。マタイによる福音書第8章1節から3節。広語訳新約聖書10ページになります。この箇所よりイエスの偉大さと題して吉田誠先生がメッセージをいたします。それではお読みいたします。マタイによる福音書第8章1節から3節。イエスが山を降りになると。 おびただしいい群衆がついてきたするとその時一人の重い皮膚病にかかった人がイエスのところに来てひれ伏していった「死を見心でしたら清めていただけるのですがイエスは手を伸ばして彼に触りそうしてあげよう清くなれ」と言われたすると重い皮膚病は直ちに清められた。 それではお祈りをさせていただきます天の父なる神様主の皆を賛美しますこうして教会での祈祷会を持つことができますことを本当に感謝いたします先日の4日にはイースターを迎えましたイエス様の復活をお祝いする時でした 私たちはそのことによって大いなる希望をさらにいただきました。全知全能の神様が私たちの神様です。どうぞ今晩もお一人お一人に神様が語ってくださいますようによろしくお願いいたします。お委ねしてイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン 皆ささんんんここばはうようこそ祈祷会にお越ししくださいました今日は4月で、えー、新年度が新しく始まられたという方もいらっしゃると思いますし、えーまあ、米沢市内、えー、また日本全国で小学校中学校高校の入学式というのも持たれているわけです。 新しい希望を持ってです、ね、スタートする私たちの人生も常にこう希望を持ってそして神様に祈り求めていく皆様は今何を求めていらっしゃいますでしょうか必要なものそしてまた欲しいものもちろんそういうものを願っても構わないわけです。皆さん必要なもので 今願っているものってありますか欲しいもので願っている方いらっしゃいますかありますね,ね大いにですね私たちは祈り求めていく今日のこの聖書箇所先ほど読みていただきましたけれども 今日の聖書箇所はこの辛い苦しい状況の中にあって神様にしっかりと自分の望みを申し上げた人の話になります。今日の聖書箇所のところをもう一度お読みいたします。イエスが山をお降りになるとおびただしい群衆がついてきた。すると、その時、 一人の重い皮膚病にかかった人がイエスのところに来てひれ伏していった「主よ見心でしたら清めていただけるのですがイエスは手を伸ばして彼に触りそうしてあげよう清くなれ」と言われたすると重い皮膚病は直ちに清められた回収の皆様には「深海薬」 2017というのも御言葉をお配りしてますのでこちらもちょっとお読みしたいと思います。イエスが山から降りてこられると大勢の群衆がイエスに従ったすると見よサラートに侵された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し主よお心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。イエスは手を伸ばして 彼に触り「私の心だ」「清くなれ」と言われたするとすぐに彼の「サラート」は清められたこう書いてあります。ここで今後役と進化薬で違うところはこの重い皮膚病というところを進化薬では「サラート」というふうにこう訳されているわけです。こののサラートというのは 何らかの原因により、人体や物の表面が侵された状態。重い皮膚病というふうに口語訳でこの訳されているヘブル語サラートっていうのは、この深海訳ではそのままあ訳されています。聖書の中のサラートは皮膚に現れるだけでなく。 家の壁や衣服にも認められる現象でありそれが厳密に何を指しているかはいまだに明らかではないからであるというまあこういう説明があ書かれていますですからこの重い皮膚病にかかっている人っていうのは具体的にどういう病気であるかということははっきりとわからないということです ただここに今1人の重い皮膚病のの人がいましたこの病気は数日前にかかったというわけではなくもうかなり長い間この病気に苦しんできたことでしょう。この病はその当時富士の病と言われていましたが単に富士の病であったばかりでなく この病によって次第に侵されついに死に至るという意味で罪を表すものと考えられこの病は穢れたものとしして取り扱われました。他の病気については「癒される」という言葉が使われていますけれどもこの病に限っては聖書でも「清められる」という そういうい言葉が使われているのもそう,いうしたそういう意味から使われているわけです。そしてこの重い皮膚病にかかっている人というのは特定の姿をしてそして「汚れたもの汚れたもの」ものと叫んで一般の住居から離れたところで生活をしなければなりませんでした。 ですから一度この病気にかかりますと全くこの社会から交わりがもう断たれてしまうということになりますそして孤独と悲ししみの中で日々を過ごしていくこの人はそういう中にあってこの「終イエス」の身元にやってきました。この人は イエス様ののことを他の誰かから聞かされていいたと思います。おそらくある人がこの人のところに来て言ったでしょうイエス様はあなたを癒すことができますと言ったんでしょうそこで彼はイエス様が山から降りてこられるというのを見てそれを見て期待に満ちていたわけです。でこのの重い皮膚病の人は、 人々のそばに行くこともでできませんでした許されていませんでしたこの重い皮膚病の人たちというのは汚れたものであり大勢の群衆がイエス様の周りを取り囲んでいたためにですから一歩もこのイエス様に近づいていくことができないそういう状況でした。 しかしその彼にとってはそんなことは言っていられないわけですこのチャンスイエス様に一目お会いしお願いを申し上げるもうなりふり構わず人の顔色なんか伺っていられないイエス様に一直線で向かっていったわけですなぜならこれはイエス様と自分との 関係であったと知ることができますそしてイエス様が山から降りてこられたときこの病人にお会いになりましたそれが今日の聖書箇所になりますまず一番目にこの重い皮膚病にかかった人の謙虚な祈り聖書箇所を見ますとイエス様にお会いして2節のところで するとその時一人の重い皮膚病にかかった人がイエスのところに来てひれ伏して行ったとありますここで「ひれ伏して」っていうのは礼拝を捧げるそういう意味があります。ですからもうすでにイエス様とお会いするイエス様は私の主だ私の神であるということをこのところで捧げているわけです。そして 自分の意思よりも神の御心を大事にしているということです。それは、主よ御心でしたら清めていただけるのですが、御心でしたらと言っています。人間的に見れば、彼には全く何の希望もありませんでした。しかし、イエス様を信じる信仰、イエス様にとって困難などないんだと、 いうそそししてその人は叫びました「主よ」「御心でしたら清めてください」「清めていただけるのですが」「神様への御心にお任せしました」「新海約ではもっとはっきり言ってるんです「主よ」「お心一つで私を清くすることが おできになりますまさにイエスは私の主であるという信仰告白がこのところでなされていますこの病を癒してくださるかどうかは主の御心主に全幅の信頼を寄せていますそしてこの人はさらに心の貧しい人であったということを知ることができます聖書の中に 心の貧しい人は「幸い」であるという言葉がありますこのところでいう「心の貧しい人」というのは神に頼り歩む人、人これが心の貧しい人です。イエス様はいつも私たちがイエス様に働いてもらう機会を与える以上にイエス様は働いてくださいます。 大切なことは私たちがイエス様のもとに行くことであるそのことをこのところから知ることができますそしてこの神様のイエス様の力を認め信じる私たちがイエス様に求めることをイエス様は喜んでしてくださいますどのような状況にあっても神様は最善のことをなしてくださると 私たちは信じて歩んでまいりましょう皆さんもご存知のクリスチャン作家の三浦彩子さんという方がいらっしゃいましたもう天に召されておりますけれどもこの方数々の難病病気を患ったということは皆さんもご存知でいらっしゃると思います この三浦さんの人生はどういう人生であったかと言いますと24歳で突然高熱に倒れたのが発端でしたそれがその後13年に及ぶ肺結核との闘病の始まりでした当時その肺結核というのは死に至る病でした入退院の繰り返しの中でこの三浦絢子さんは 自殺未遂も起こしているわけです。そしてさらに、そういう中、悲惨なことが重なっていきます。脊椎カリエスを併発をすると。そうしますと、ベッドのに、ギブスベッドにですね固定され、動かせるのは首だけで、寝返りもできない。そして来る日も来る日も天井を目にするのに。 拝説も一人ではできず、すべてお母さんがお世話をしてくださいました。そんな生活が4年も続いた、まあ想像を絶するような生活なわけです。しかしそこに一人の男性が現れて結婚を申し込む、これが三浦光代さんという方です。 まあ、それをきっかけとしましてですね。こうだんだんこう解放に向かって、二人は結婚をすると。この三浦綾子さん、三十七歳、光代さんが三十五歳でした。そして、この後、綾子さんの書いた小説、氷点が。新聞社の検証小説に当選し、作家への道が開かれていくわけです。しかしその後も、病気はですね。 このあやこさんを襲いました外線病喉頭がんそしてもう病の中でも本当に痛いと言われる帯状疱疹が顔にできる、まあ、そういうことがあったわけです。そしてそれが治ったと思ったら今度は大腸がんそしてパーキンソン病と。 次々と襲いかかる難病でした。まあこれだけの病気をしますと、もう人生に絶望する。まあそういうふうに思っても不思議ではないと思いますが、しかしこの三浦彩子さんは常に明るくユーモアにあふれていました。ある方がこの三浦彩子さんにインタビューしました。 これだけ難病に押しかけられたら普通の人なら精神的にまいってしまいますね、まあ、こういうふうにインタビューなさったんですそうしましたらこの三浦綾子さんはこのように笑顔で答えられました「神様が何かおもしめしがあって私を病気にしたんだと思っています」神様に、 悲喜にされているとと思うこともあります特別に目をかけられ特別に任務を与えられたと「いい気なもんですね」とケラケラ笑ったっていうんですねその三浦あ綾子さんこの方の生き方といいますのは常に神の御心に生き神により頼み神を信じるという。 そういう歩みをなさっていましたこういうふうにして神を信じて歩む方がいらっしゃる私たちもそのような歩みを見習って参りたいものですそしてまたちょっと聖書に戻りますとこの重い皮膚病の人がイエス様に叫びましたそしてそれに対してのイエス様の応答になります イエス様の愛と情熱がこの後示されましたそしてイエス様は彼に手を差し伸べて「そうしてあげよう」清「清くなれ」「私の心だ」「清くなれ」このようにイエス様はおっしゃいましたすると直ちに清められましたイエス様の行動は 憐れみの御手でしたこれと同じ出来事がマルコによる福音書というところにも書いてありましてこのマルコによる福音書の第1章の41節のところにはこう書いてありますイエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触りと書いてありますイエス様はまず手を伸ばして 手を伸ばしましまた。誰でもが嫌っているその重い皮膚病の人手を出そうとしない人人々から見捨てられたこの人に対してイエス様だけは哀れみの御手を伸ばされたのですイエス様はあなたが全く絶望的な時でさえも出会ってくださいます そして手をただ伸ばされたわけではありません次に彼に触りとありますこの人に触れられたわけです重い皮膚病の人に触るということが何を意味するのかそのことはイエス様も十分にご存知だったと思います 汚れを受けられることなくかえって清める御心をここで表明されましたイエス様はいつも私たちに向かって哀れみの見てを差し伸べてくださっていますイエス様に素直に従うならあなたは失望して去っていくことはありませんただあなたが信じるなら全てのことが可能ですそして この罪の中から救ってくださる。これがイエス様でした。命に満ち溢れる。死んでいたのに生き返った。私たちはこの前の日曜日、イースターの恵みをたくさんいただきました。私たちの歩み、この地上での歩みが、実は死に向かっていた。その歩みが、 イエス様が十字架にかかって死んでくださることによってこの地上での命それが死で終わりでなくその後も私たちには永遠の命が準備されているそのことをイエス様はこのイースターの恵みとして私たちに与えてくださいました神様は現実に私たち一人一人に計画を持っています しかもそれは単純です。ただイエスのもとに来なさい。そのように神様は私たちに語ってくださっています。イエス様には人々を罪の中から救う救い主としての最も大きな使命がイエス様にはありました。天の命があなたの中に流れ込んで。 あなたを解放してくださるこれがイエス様が私たちに最も大きな使命としてこの地上に来てくださったその理由になりますですからその恵みをその力を頂い,いて私たちは歩んでゆくそしてそのことをまた私たちが頂い,いたものを味わいそして多くの方々にも お分かちををしていいくそういう歩みを私たちしてまいいりたいと思います教会ではクリスチャン新聞福音版というのを皆様にご希望の方にですねお分けさせていただいておりますけれど今月の4月号にはアメリカで活躍なさっています 牧師先生の関野和弘先生のお明かしが載っておりましたこの先生はアメリカのミネソタ州にあるアボットノースウェスタン病院ここで毎日9人のチャプレーンとともに患者さんの精神的なケアに携わっていらっしゃいます特に今 コロナ病棟の患者さんを訪ねることには特別な意味があるというふうにこの先生はおっしゃっています。ちょっと読みさせていただきますと入室は医師師看護師チャプレンしか許されません患者たちはこのまま死ぬんじゃないか家族や友人,友人に移したんじゃないかという極限の不安の中にいて 誰にも面会できない中、チャプレンが行くと涙を流す方が大勢おられます。彼らにとって私たちは話し相手というより、存在そのものに意味がある。このようにして、神に使わされて病室に入っていく、そういう思いでこの先生は病室に入っていかれます。 今回渡米した背景には究極の絶望の中にある方々に寄り添っていきたいという自身の強い願いがあったがそれは牧師を志した際の思いでもある二十歳の時重度の障害を持った妹が病気になり危篤状態となった家族全員が混乱と絶望の中にいた時知らせを聞いた 牧師先生が駆けつけて枕元で祈ってくれたのだ私たち家族がどれほど近づけられたかやがて妹は奇跡的に持ち直し私自身も困難や悲しみの中にある人のもとに飛び込んでいって寄り添いたいと牧師になろうと決めたのですコロナ病棟勤務 開始当初患者の病室に入る際は恐怖で震えた正直生きた心地がしませんでした油汗が出て極度の緊張で頭も痛くなってここへ来てキリストの凄さが分かりましたキリストは病の人の間に入って直接患者に触れたり一緒に食事したり 癒されたことを宣言したりしたわけですから今では恐れもなくなったが常に感染の覚悟はしているとこの先生は話されますそしてこの先生最後にこのようにおっしゃいます牧師は救いを与えるだけではなくて自分の本音でぶつかって キリストをを信信じててて生きいいいるんだととうことを発信していかなななければならない私たちが日々の生活の中にあってイエス・キリストを救い主として信じているんだそのことを大いに発信していきましょうとそれが多くの方々への励まし慰めそして生きるエネルギーを差し上げることになると。 この先生は語ります私たちも今日の聖書箇所のこの重い皮膚病にかかった人のようにイエス・キリストを信じているんだということを心からそしてまた体から発信していくそのような歩みをそして祈りをしてまいりましょうそれではお祈りをさせていただきます イエスは手を伸ばして彼に触りそうしてあげよう、清くなれと言われたすると重い皮膚病は直ちに清められた今日、御言葉を通して神様が語ってくださいました重い皮膚病にかかった人を通して信仰の姿を知りました 私たち一人一人にとっては重い皮膚病というものは何でしょうかイエス様との自分の関係の中で祈り求め歩んでまいりましょう主が最善にしてくださることを信じますからどうぞ神様よろしくお願いいたします しばし応答のお祈りを一人お一人捧げてまいりましょう。